漁場の娘だから体まで魚臭いと笑われて、自分には嗅ぎ分けられない自分の体臭を悲しんだ日もありました。ニシン臭い町の中でニシンを腹いっぱい食べて、ニシンの匂いの染みついた16の娘でありました。へえ、さっさとまんままぐれ。ニシンの鱗の光った手でまんまをまぐらい、息のいいニシンの木工所って1日50銭の小遣いを稼いでいた時でした。それを貯めておっかさんにあったかい角巻きを買ってやろうと思っていた。私の買ってやった角巻きを着たおっかさんはもう死んでしまった。そしていつからか私の体からも魚臭い匂いは抜けてしまったのです。